はい、ということで。はい、どうも、こんにちは。底辺の音会で、帝王と読む新帝王です。はい。この時間は平日の昼の部ということで、プレイステーションソフトのバルキリープロファイルの、初見攻略で、はい、やってます。はい、寝る気長い？寝る気長い。何が、はい、4個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。5個目さんもいらっしゃいませ、こんにちは。はい、題して、バカキャラで、プロフィール最低底辺が遊ぶ配信のその12で、はい、お送りします、ね。何ですかバルキリーラードってね。はい。双葉キリ様にします。こんにちは。ってことで。じゃあやっていきましょう。クロスエアレイド。上記のチャプター5まで行ったのに。クロスエアレイド何ですかそれは。チャプター5に入ってね。確か。ちょっと音大きい。ちょっと待つ。待望の光魔法だよ。昨日オーディンからもらってた。ああ、いや、まだあれですけど。ね、とりあえず昨日あれして、誰でしたっけそのね新しいっていうか、あ、メリティーナかね、なんかまあ、まあかなり性格やねきつい女でしょうけど。どうしようかな。とりあえずね、ちょっとまず、まず、送るやつ、ね、ちょっと、それを、きついですよね、条件が。適正90ですからね。ユメルがいいんですかね。人魚だから、泳ぎの得意で。ねえ、これ泳ぎが得意ってどっかであれなんですかね。どうしようか、まあ、とりあえずあれしましょうか。スキルの人物特性で見れるよ。スキルの、ああ、ちょっと待ちください。泳ぎが得意ってのはここじゃないんですか？あ、違う。どれだ？あ、泳ぎ得意、あ、これか。なるほど。ああ、なるほどね。はあ、はあ、はあ。どうしよう。で、こいつを。ってなると。今どんぐらい 10万しかないの。10万でもつぎ込んじゃっていいかな。適正90でしょう。ユメルちゃんは帝王の好み、いや、なんていうかね、そのイベントあるけどそれだけでね、人を好き嫌いってね、判別するのもね、ちょっとね、はい、あ、11個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。エッチって何が、メルティーナ派帝王好きそうじゃないね。ねえ、あんまり。帝王はこの蚊みたいなのが好きなんでしょ。どうでしょうね。89、94、これで一応。で、あと何、敏捷、敏捷で泳ぎ得意で、マーチ、
何でしたっけ、舞台黄金指式に関連する、あと何でしたっけ、アタックパワー、寝ないでおやつも食べないで待ってましたて王様こんにちは。なんで寝てください。はい、小林さんいらっしゃいました、こんにちは。あれ、アタックパワーって触れない？あれ、ありませんでしたっけ？レジストダメージ、あれ？あれ、どこにあんの？あれ？魔術師はアタックパワーないよ。魔術、あ、こいつ魔術師だからね。そうなの？これどうなんですか、その、さっき、その、ね、その、探してるのって何？一人で全部を満たさなくてもいいってことなんですか？例えば、二人で、ね、提示された項目を満たせば、みたいな。そういう認識でいいんですかね。ディフェンド。はい、すいません。かばえさん、よもじさんいらっしゃいませ。はい、19個目さんもいらっしゃいませ。こんにちは。はい。昼飯は昨日の残りの天ぷら食いました。そういう認識でいいんですかね。俺も寝ないで待ってました。それだったらマーチとディフェンダーだが、あとアタックとレジストダメージをだから。良いと思うよ。あ、いいんですか。ぶっちゃけフレイの条件満たさなくても別に構わない。うん、そうなの。でも評価が高い方がいいんじゃないですか。ちょっと余ってましたけど。ダメなの。じゃあ送っちゃっていいですかね。もっとなんかつけといた方がいい。便乗と泳ぎ。なんか。評価は上限あるし、帝王ってヒレハなの？こんにちは、帝王様。ヒレハっていうかどうか知りませんが、親がヒレね、買ってきたのが残ってたから、多分ね、テンプレであれしたんでしょう。はい、はい、27個にさんいらっしゃいませ、こんにちはですね。帝王の肉って霜降りなの？カツ丼にはやっぱりロースだよね。そりゃね、なかなかね、ロースはね。帝王は清純な夢ゆうちゃんが好きなんでしょ？どういうことですか？もう食っちゃいましたよ。ローハも送っていいですかね、そしたら。スキル。ね、一応、アタックと、どれでしたっけ、あれ？ない。レジストダメージってどれだ？ないっすよね。まあ、一回送っちゃってもいいですかね。あれだったら、ローパ。いらんやつはどんどん送っても構わないよ。まあ、いらないってことないですよ。どんどんブラック企業に送ってそう。チャプター最後の方に送っても良いんじゃない？そうですか。まあ、確かに一人送ったからいいですかね。まあ、とりあえずこんなもんでいいですかね。あと何でしたっけ、覚えさせた方がいいって言ってましたよね。聖なる雫なのこの場合として、コンセントレーション、スペル、レインフォース、呪文、これですか。
魔法、味方の魔法ダメージを 1.5 倍に増強する呪文を重ねガチャできない。持続時間10ターン。え、何これ、覚えさせられる数も上限があるってこと？もしかして、もしかしなくても。で、エボークフェザー、これは何？で、行動不能状態から復活させる、復活させるの、これは覚えさせたいですね。んで、どれいらないってことでしょう。バーストームがバックエンで火でしたもん。処理魔法欄がいっぱいになるまで。どれいらないかな、回復いるでしょう。どれがいいかなんかな。この辺いらないですかね。で、これですか、クロスエアレイド光の光弾、これが生属性。こんなもんですかね。あとは、確か昨日ね、手に入りましたよね。これか、幸せのコイン、これが経験値増なんでしたっけ。何作ったらいいんでしょうね。防具。いらないアイテムあったらマテリアライズポイントに変えられるよ。どうやって変えるんですか。道具生成。これ？あ、MP 変換か。これは何？原子配列変換？でもいらないもんってわかんないですよね。バーストームの魔法。一つにつき何？ 200 ポイントもらえる？どれがいらないってあんまわかんないですよね。めんどくさい。まあとりあえずこれでちょっと進めてみましょう。これで詰まるようだったら、まあなんかいろいろ対策をってことで。子供にまで心配されるなんてどうかして。帝王のやつは。まあ、ちょっとガム噛んでます。眠気覚ましも兼ねて、また置いていかれたら俺どうしたらいいかわからないから。珍しいもの食べてるね。何味？そうですか。何味ってか、ミントの、ガムとチョコ一緒に食べて。何言ってんですか。帝王いつもリスナーに食ったもの監視されてて笑う。ガムは最後には飲む派？帝王チョコミント許せる？ガム飲むとかないでしょう。ね、ガムは最後は、ね、出しますよ。チョコミント許せるさ、食べたことないから。ジェラベル？バーサーカーティンポーフクビンタ、わらわら。子供の頃ガム飲んでなかった。44個目再来します。いや、飲んでないっすよ、いや。わこ、超有能キャラ来るやん。超有能キャラ、誰ですか。はい。
44個目さん、46個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。え？知らないです。もう誰が言ったんですかね。どうだっけ？味なくなったら一度吐いて取っといて、また後で食べる？へえ、しませんよ。お？チンポで往復ビンタされる姿を想像するんだ。何言ってんですか。こういう人も NG にしちゃダメだって言うんですか、皆さんは。ねえ、こんな。別にいいよ。どうしたの？ん？何でもないよ。ちょっと考え事してただけだから。別に好きにすれば。ねえ、でもね、それでしたらしたらね、粛清だやれね。嫌な世の中だね。ね。今日の稼ぎはどれくらい？221、221、226、うん、ちょうど230オースになるな。やっぱ俺のが効いたんだろう。バカ言え。今日はみんな多かったよ。一人だけの力じゃこうはいかないさ。遅いね、二人。お前ら2秒、バレンがどうなったか知ってるか？ルシオと。え？あいつ、貴族の財布に手出したんだ。それがバレて、なぶり殺しに。盗賊？泥棒？嘘。悪いが本当だ。死体は木に吊るされてる。ひでえことしやがる。だがな、それでもやばいのは貴族に手出したおかげで。貧民街のスリーグループの一層に奴らが乗り出したってことだ。早く逃げろ、スリーグループの一層だなんて言っちゃいるが、本当のところは貧民街の掃除がしたいのさ、難癖つけて無差別に殺すつもりなんだよ。上級国民なら何しても許されちゃうんだね。ねえ、嫌な世の中ですね。どうするの、それで、出ていた時のラスティは生きてられる。俺はもう行くぞ。もうすぐそこまで来てるって話なんだ。裏から出よう。でも子供たちは？俺が預かる。クラは先に行ってくれ。でも、町の外にある森で落ち合おう。一緒にいたらそれが一番危険だ。分かってくれよ。子供たちが一番懐いているのは私なんだから。しょうがないな。たかがスリの一層でしょ。なんだってこんな兵がたくさん。死にたくない。死なせるもんか。ルシオの時ちょっとイケボになる帝王好き。何言ってんですか。あ、ルー、くそー、何か、あ、ですか。ここまで来ればもう大丈夫だろ。どうして、どうして、怖怖また置いていかれたら、俺、どうしたらいいかわからないかね。怖いですよね。ルシオ置いて、逃げるわけないでしょ。ねえ、何言ってんだよ。ねえ。違う。昔、俺置いて先に死んじまった奴がいたんだ。ん？あれ？あれ、今更思い出せ。え、ルシオってあの、え、あの、オープニングのあのルシオ？今更ですが。また置いていかれたら。おっそ、わらわら。クレアさんかをどうにかして。だからって、私を置いていかないでよ。おっそ、わら。ごめんな。気づくのおっそ。たーんって。
ああ。で、これで何？レナスに会えて思い出したりとか？オープン見せて。ねえ、オープニングね、そのうち自分で見て。帝王最低だな、うん、何言ってんですか。誰？私は魂を選定する戦乙女バルキリー。誰？で、その姿は。私と共に行く気はないか。お前には生きる権利がある。でもクレアをこのまま置いてはいけない。それならば どうなったの？帰る子だよ。そうなの？さて、クレアはどうなったでしょう？どうなったの？誰キーの目でも入れるってねえ、なったらねえ、枠ねえ、入れ替えるって言ってもクレアは何？あの後身投げしたとかなバカな。一番可愛くないやつ。誰ですか？なあ、強いの。可愛くないやつリストラして。そうしたらこれあるじゃないですか。なんで切らなきゃダメなの？そんな強いね。てかもね、さっき経験者でしたから。食べる？何、バルさんって食べ物じゃないでしょ。H はさん、いらっしゃいました。こんにちは。あゆくんぶは。ねえ、だってねえ、かわいそうでしょうね。あゆってかわいいじゃん。お尻狙いたい。うん、いや、それは知らないけど。ねえ、だってもう、そんないちいち頻繁にキャラ変えてたら経験値全然足りないでしょ。もう、多分ね、イベント経験値全然ないですか。3発目 ?80 個目さえいらっしゃいます。こんにちは。でもね、僕にはもうちょっと。帝王はゆうぜ狙ってるの、うん、狙ってませんけど。ね、僕にはもう余裕がないんですよ。アークダインの遺跡ここ行ってみましょうか。どれ？これ？違う。強しキャラ転送しよう。ここか。もうね、このピリオドもう送っちゃったから。あー、でもこれどうでしょう。また敵が強くなってんですかね。どうなんでしょうね。なんかだんだんなんか詰みそうな気がしてきてて怖いんですが。地図がない。僕は普通にやってれば済むことはない、うん、そうですか。その扉で敵復活する。え、本当に？それは便利ですね。ここで稼ぐんすか？わかりません。86個目さん、いらっしゃいませ。こんにちはです。そこら辺はまあ状況見てでしょ。誰か寄ってるから大丈夫そう。
きたぜ。奥義ファイナリティブラスト。本当に死んじまうかよ。てめえの技も見飽きたぜ。いいね、他見飽きてないから。剣より大きいな。うわ、すごい、3800円。なに、めちゃくちゃ食らうじゃないですか。その身に刻め真偽何？何今の敵？先を行く者たちよ。バースト！やっと！くれ！てめえの顔を見飽きたぜ。奥義！ファイナリティブラスト！ねえ、やっぱりこれだけねえ戦えてねえ育成してきたんですからねえ、今更帰るのもったいないでしょ、さすがに。うん、魂の束縛はついに、この場にとどまる言葉はもう。これが何ていうの、何も、場所に帰れ。長いは無用か。これはデュースパワー。あ、間違えた。死の先を行く者たちよ。容赦しねえぜ。うん？今来てない。やばい。
構強いしね。うわうわ、4000。じゃあ、でワンパン？死んだ。何これ。あ。これあれですかね。いかにもって感じですから。何でしたっけ？さっき覚えた。これでしたっけ？違う？バーンヒットも違う。何か、あ、これか、クロスエアレイド、これこれが強い。てめえの顔を見飽きたぜ。奥義ファイナリティブラスト。本当に死んじまうか。うわ、強い。なんだこれ。クロスエアレードは大魔法じゃないと強くない。気をつけて。なに、そんないいもんじゃないってこと。死んだ。わお。やられた時の声に力を入れてる作品ですね。ですかね。96個目再開しますけども、帝王はやられた時どんな声出すの。僕ちょちょちょってそんな感じの声。かわいい。何がかわいいですか。ちょ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 、かわいい。死の先を行く者たちよ。このゲーム一人死ぬと連携技が使えなくなるんだっけ。連携技？そんなのあるんですか。わかんないっす。連携技って何？魔物も結構へたれてるわ。ベラドーン。何をこれ、ね、宝箱をね、あれしても避けようとするからボタン連打しちゃうからメッセージ見れないんですよね。やっぱり宝箱のトラップはなくていいと思うんですが。君はが、ああそうなのか。ああそういうことか。なるほど。なるほど。ああ104個目さんいらっしゃいませんもん。じゃあね、なる、ああそういうことですか。それならそりゃね、たまりにくくなるから。じゃあ死の先を行く者たちよ。容赦しねえぜ。バースト。はっやっはっはっはっ。その身に刻め真偽ニーベルン・バレスティン。貴様に救いの道などない。たまりにくいだけで3人でもキャラによっちゃたまる。2人とかは無理だろうけど、ニーベルン・バレスティンってかっこいいよね。へへやっはっ。ああやばい、やってた。大丈夫、止まんない。
これやっぱリスク怖いですよね、使ってフリーズするって聞くと。ねえ、ガリ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 、強いかもね、知れませんけど、ちょっと怖いです。プレステ悲鳴あげた？敵の気配を消えた。そこまでフリーズしないよ、多分初期ロットじゃないなら多分大丈夫や。どの初期ロット？強い、どんどん使おう。フリーズしたらこいつ使ってって言ったやつ粛清する？ねえ、いや別にねえ、結局は自己責任ですからね、それでねえ責任ね、転嫁するわけにもいかんでしょうし。まあ強いのは本当だから。どの道へ、にとプレイは強いから使いたくなる。わら、プレイ、プレイって誰？ニーベルン・バレスティン、これが運命。なめてんじゃねえ、俺を誰だと思ってやがる。わっこせよ。はい、どうも、上海さんいらっしゃいませ、こんにちは。どこ？こっち？宝取り忘れてるよ。え？どれ？え、あ、これ？え、何？え、これ開けないと、え、開けないと何？また手に、え、じゃあこれ、これやるようにやっちゃ何？これ無限に何？経験値稼ぎ、これでもできるってこと？宝箱開けて取らずに。ねえ。その身に刻め。もしかして。あ、確かにできるかもね。その通りだ。そうなんですか。いや、別にやろうと思いませんよ。苦しむだけだという。体が熱い。裏技見つけてくれ。ドラゴンドレッド、ブアルキリーって今スマホ版出てたんだね。そうなんですけど、いや分かりませんが、うん、スマホ版 PSP でなんか出てたんでしたっけこれ。霊柩なき者はただ滅するのみ。え？ランサー、槍？でもこっちの方がいいかね。プスプはムービー追加の移植あるね。スマホは全くの別ゲー。別ゲーですか。刃は十字の形をしたバルキリエプロフィネ、バルキリープロファイル、シリーズのスマートフォン向け最新作、だって。どうなんですかね、ここのリスナーさんはね、買ってんですかね。でもスマホってなんかね、ソシャゲのイメージ強いから、あんまりどうなんでしょうね、課金とかガチャがお高いとか。いや、死の先を行く者たちよ。
力が目覚める。オン！ドラゴンデッド！プレステフリーズスルー。帝王さんも力が目覚めるってセリフ言ったことある？言いませんよ。力がない人はね、目覚めるなんて言うわけないでしょ。はい、124個目さん、いらっしゃいませ。どうもこんにちはです。何がしかの帝王の力が目覚めたらどうなるの？さあ、プアルキリアナトミアのことか。帝王の力が働くと、あのやる気が逆になくなっちゃうから、ね、働かない方が皆さんにとってもいいんじゃないですかね。バルキリーアナトミア。負けるもんか。帝王さんのズボンにテントを張るようになるんじゃないの？何言ってんですか。疲れた、肩もんで。そんなもん別に帝王の力関係ないでしょ。はい、129個目さんいらっしゃいます。こんにちは。僕も肩ね、結構ね、このゲームの肩こりが厳しいんですよね。ソシャゲのバトルわかんないです。どうでしょうね。はい、129個目さん、130個目さんいらっしゃいます。こんにちは。魂の束縛はついに、この場にとどまる断りはもうない。エーテルセプター。いや、死の先を行く者たちよ、たまにはマジに行ってみる？その身に刻め、真偽ニーベルン・バレスティン。貴様に救いの道などない。うわワンパンしかも、何それ。でもこれで何でしたっけ、生き返らせるね。これエボークフェーズの、ね、戦闘ちょっと似てるね、これに。まあ多分なんか僕も詳しいんだけどね、なんか戦闘システムなんかこういうのにね、多分似てる感じってのは結構多いかもですね。その身に刻め、
まあ、これが限定なのかどうか知りませんが。ニーベルン・バレスティン。どうなんでしょうね。原型派帝王だよ。何の原型ですか。この場にとどまる言葉にはもう。ねえどうする。2はシステム全然違うから1よりっぽい。そう、2とかあるんですか。ダーク。2はめっちゃ不評。不評。何今のトラップ、何この嫌がらせ。ストーリーがちょっとね。システムは好き。いたたたたた、何してくれてんの。いたたた、何この嫌がらせ。何なの、登らせてよ。何なの。これで全部、もう全部行っちゃった。ここ意外と狭い。行っちゃった。行っちゃってはいないか。でも同級生は1と2どっちが好きなの。へへへ、内緒。セーブポイントもあるからまだまだだよ。まだまだ、単に見てないっていうか、あれちっと、ここね、だって売れちゃうんでしょ。スパールから帝王は1好きそう。何がネトライですか。ああ、何今のトラップ。死の先を行く者たちよ。はい、テスさんいらっしゃいます、こんにちは。あ、頭痛いんだったらなおさら休んでね、休まして横になって寝になりしてね、休んで休息しましょう。僕も頭痛くないけど休息したいから、休息していいですかね。死の先を行く者たちよ。何言ってんですか。何言ってみましょう。
あれどうやって行きたいんでしょうね。アプローチ。死の先を行く者たちよ。ガム全部食べちゃった。全部じゃないですよ。食べましたよ。ヒットって何？ね、中君。ステップして敵の反撃の空振りを発動させる場合、攻撃方向に動いて、そのアクション要素はやりたくないんですよね。レジストマジック、これさっきのところ、ただそれだけ。何もない。どうでしょうね。時は一度もあくびしないよね。いや同級生が一番、同級生が一番ね、ちょっと眠気がね来るというか。ここだけの話というか、じゃあ死ぬ死ぬ死ぬ。
死ぬ死ぬ死んだ。罰は汚い。もう。はっはっ、くれ。しかもなんで、生き返らせないと全滅しますよ。あ、いやだから生き返らせたいんですけど、魔法がなんで魔法使わないの、魔法使いのコードが回ってこないの、ね、なんで、なんか全然順番がっていうか、ね、相手もあんま使いたくないんですが、もう限りがあるから。ぶた。ねえ。え、何？何？なんで？なんで今全滅したの？意味がわかんないんですけど。ヒットポイントの下にクトがあり、まだ残ってるから。いや、それは行動が来ないってことでしょ。何今、なんで死んだの？わかんない。なんで今死んだんですか？わかってないんですけど。何が原因？テラス退場さんターン後じゃね？ああ、だからか。ああ、その仕様忘れますね。寝てませんが。ああ、そういうことか。ああ。で、ナスが死んだらあれだってことか。いいです。ガム飲むと消化されないらしいね。そうなんですか。それじゃあ何、一生何、体の中にガムがあって、出ます。死の先を行く者たちよ。たまにはマジに行ってみる？ちょっとやってみて。最高何時間寝たことある？はい。何時間？一つのガムで？どうでしょうね。2時間ぐらいはあるかもしれませんが。普通はせいぜい30分でしょう。一つのガムで。
わこせよ、サンジさんにお前は僕のおやつです、はい、食べられてくださいって言ったの本当？言いません。ヤクロベで猫虫さんいらっしゃいませ、こんにちは。なんでそんなこと言わなきゃいけないんですか。眠いの？ちょっと眠いですね、やっぱり。どうせ僕ね、部屋の中だし天気は関係ないと思うんですね。これが運命。3分寝てきたら？3分なんか寝たら余計にそっちのが眠って我慢できないでしょうね。多分天ぷらあまりないんでしょ。え、多分今日の夜はまたなんか別のもんでしょう。今日の夕飯は何かは知りませんが、違う帝王と交代してきたら。違う帝王がどこにいるんですか。唐揚げとか作らないの。え、唐揚げは多分作ってないですね。からじゃ、なんか親はやっぱり脂っこいからでしょうかね。僕の健康気遣ってか知んないけどね、作ってくんないから。もものね、唐揚げ僕大好きなんですけどね。唐揚げもね、だから親胸肉でしかね使ってくれないから。今の帝王は1号男方で、2号が女方、3号は猿なんでしょ。どんなあれですか。何それ、何パーマじゃないけど、でこれ以上もう太らないでしょうけど。太らないって言ってもね、伝わった、わら。伝わった。パーマンだったらね、2号が猿でしょ。3号が女ですから、逆ですよ。脂肪吸引しないの？なんでそんな予算ありませんよ。ダメ出しで草。うわやられた。そうなの。パーマンガチ勢ですか。コピーロボット欲しい。ガチか知りませんが、ね、コピーロボット欲しいですね。ねえ、
眠いときはね、コピーロボットにね、代わりに配信ね、やってもらえたら相当ね、楽でしょうね。もっと違う使い方あるでしょ。どんな使い方ですか。もっとって何、これ以上の有効な活用法ないでしょ。他にな、コピーロボって何するんですか。皆さんは一体ねえ、あ、こっちから来たのか。自分がコピーの可能性、いや別にどっちでもいいんですけどねえ、そねえ、負担をね分担してくれるなら、俺のせいにボタンをさせるとかよくそれいいですよそんなねいいですよそんな、ね、コピーロボットって言ってもね、人格はねコピーのねあれなんですからね、コピーロボットのところにね、そんなことして楽しいのってなんかね冷めた目で言われますよきっとねえ、で皆さんは耐えられるんですか。楽しいが楽しい、それめっちゃ興奮するやつやん。人によってご褒美になりうる、なりうる。はい、広告ありがとうございます。はい、レイさん500ポイントどうもすいません、ありがとうございます。ちょっと眠いんですが、なんとか頑張って。帝王昨夜は何時に寝た。何言ってんですか。いやでも2時ぐらいに、2時半ぐらいかな、2時半ぐらいには寝ついてね、9時半ぐらいまで寝たから7時間ぐらい寝たんですよね。それでもちょっとね、いまいち寝足りないというか、なんつうか、一度50時間寝たら、どうやってね、無理ですよ。でもね、でも寝ようと思ってもね、でもそれくらいで壊れた、パリンシタを、え、あーえ、パリン、ジェラード、よくわかりますね。パリンオンシタ、これでいいですかね。エーテルセプター破壊感じでも30か、まあいいか、大魔法使わなければ壊れないはず。冬眠SI で使っちゃった。冬眠ね、冬眠したいですよね。197個目さん、いらっしゃいませ、こんにちはね。なんなのこれ、操作性が本当にちょっとあんまりやりにくいですよね。なんかもうちょっとマリオの操作性ね、ちょっと見習いってね、ちょっと言いたくなるくらい、ちょっとなんかやりにくいっていうか、慣れのせいなんですかね。ちょっとなんか自由にね、なんか動けるような、いやそうなんですけどね、なんかちょっとやりにくいっていうか、マリオ2、いやそこまでねえ、だからそこは気になるよね。グーグーグー
たぜ。オーギファイナリティブラスト。黙って消えろ。はい、クロスエアレードセットしない。クロスエアレードないですよね。レッドブルは。倒しても倒してもキリがないの。帝王飲んだことあるの？ないです。モンスター。200円ぐらいで買えるよ。200円。結構高いじゃないですかね。一缶200円でしょ多分ね。貧乏な僕にはちょっとねお高い相場ですね。わあ。死の先を行く者たちよ。これは強敵ではないのか。マスト。やっ。クロスエアレードセット魔法ですか。どうなんでもなんかあんまりね強くないっていう。うどん食べませんか。食べたいですね。どこにあるの。死の先を行く者たちよ。たまにはマジに行ってみる。クロスエアレイド。大魔法するなら強いよ。1年ぐらい休んで体調戻したら、僕の魚食べますか。まあ1年じゃないけどね。どっかでね、まとまって休み取って休むってのもありかもですね。でもね、言って配信スケジュールが現状ね、ちょっとね、1週間ぐらいでもね、1週間ぐらい休むのもいいかもしれませんけど。これどうしよう。行ったらあれかな。どこだ。セーブ。休んで何やんの？ゲームしてるだけじゃん。春までだよ。そうですけど、ね、それはゲームしてるだけです。もうね、言って、ね、自分のね、やっぱり、ね、眠い時に寝て、ね、
ね、起きてる時にね、やれる方が、ね、こうして眠い時にね、あれってのね、よりは、まあ自由度はっていうか、マイペースでできますからね、やっぱり。はい、何、ラムタンさんいらっしゃいませ、こんにちは。冬も春まで行く国民ね。どうでしょうね。いや、その保証がないですからね。あくまで生活サイクルの問題ですからね、今あれしてんの。この時間帯が眠いってなってるだけですからね。すごい、一週間でね、調整、ね、器用な人間じゃないですからね、僕。ねえ、多分。だからやっぱりさよりの配信終わってからマラソンした方がいいよ。マラソンなんか嫌ですよ。1日放送3期にすればいいじゃん。だから一番いいのはね、そのドラクエ6のね、仲間モンスター集めが終わればね、そこをね、休みとかにすればね、いいんですけど。ね、1日4本配信するんじゃないの、ね、3日2本くらいにしとけば。ねえ、まあそれでもいいかもですけどね。まあ少なくとも今ちょっとね、いろいろスケジュールが埋まってるから、それ終わんないとね、枠減らすようにも。しばらく休みでいいよ。しばらく休みでもいい、ただ。ただ眠いのがね、ちょっとこの時間帯っていうのがね、ドラクエの枠はまあね、ギレンいらないんだよ。ギレン、ギレンやってないでしょ。はい、重装会社いらっしゃいませ、こんにちは。はい、222個目さんもいらっしゃいませ。おはようございますですが、どこ行きゃいいんだ、ここじゃないでしょ。休むのはいいが、遅れはどこかで取り返せよ。そういうことになるでしょうからね。じゃあね、ね、今、こうして頑張るしかないんじゃないのってね、なりますよね。あれ、こっち？天空の人に使わないの？使った方がいい。僕、ね、貧乏症だからあんまりアイテム使いたくないんですよね、こういうの。うわ、結構広い、まだ半分ぐらい、遅れ取り返せとか意味わからん。やろうがやる前が重の勝手だし。まあね、危ね、喧嘩しないで。まあまあまあ、あくまで意見ですから、ね、戦争だ、何言ってんですか。そうやって煽らないでくださいよ。わっしょい、喧嘩だ、喧嘩だ、何言ってんですか。
500円。違うでしょう。さあ頑張って登ろうか。白い方が勝つわ。え、これこ登んないとってこと？しか登れんのここ取ってるやつが勝つ。これ何でしたっけ。確かいいんじゃない。じゃあ、わあ、なんか閉まった。死の先を行く者たちよ、これは強敵ではないのか。水晶結と足場ができるので、なんとかうまく。これちょっと他も含めて全部探索してからでしょ。こんにちは、ワン。はい、どうも。人造さん、いらっしゃいませ、こんにちは。結局ゲーム届いたの？え？ゲームは届きましたよ。はい。はい。ゆうあさん、どうもいらっしゃいませ。こんにちは。はい。俺も最近眠いんだけど、寝ても治らない。なんでしょうね。わかんないですね。何が原因なのか。ただね、やっぱり年取ると、ね、寝ても疲れが取れにくいってのあるんでしょうね、多分。トイレタイム。多分それはあるでしょうね。トイレ。顔洗った方がいいんじゃないの？そう。いや、僕あんまり顔洗ってもね、眠気って取れる印象ないんですけど、まあ、いや、ちょっとじゃあ、ちょっとこの戦闘終わったら、じゃあちょっと顔洗ってきますわ。ついでに。よかったらお絵描きでもやってください。はい。カフェインは？カフェイン。俺はもう眠いのは寝る以外にないと悟った。ドリンクとかも無理。ねえ、やっぱり眠いときは寝るに限ると思うんですがね、本当。なんで見るのなんですか。カフェイン取った方がいいでしょう、眠いになったら。年取ると無駄な抵抗だよな。ねえ。敵の気配も消えたようだね。じゃあちょっとすいません。じゃあちょっと小笑いにあと休憩行ってくんで。じゃあ、はい。反対言えないですよ。はい、じゃあね、寝たいんですか、僕はね。はい、じゃあ、お絵描き、よかったらやってください。はい。じゃあ、どうぞ。あれ、投稿受付、あれ、また？またこれダメ、始まんない？ダメですね、なんか。そして手はそのまま姿を消してしまった。どういうことですか？すぐバグる。バグりますね、これしょうがない。ちょっと一回止めないと。じゃあ僕ももう一回貼るしかない。まったくもうゲームぐらいね、あれしてできるようにしとけって話でしょう。これでダメだったらちょっと諦めて。
あ、ダメじゃない？あ、ダメ、ダメっぽい。ダメっぽいっすね。え？ダメだ。申し訳ない、ちょっと、お絵かきもう一回貼るかい？貼ってくれるんでもわかんないですよ。貼ってくれるのはありがたいですが、ね、やれないかもしれませんよ。いや、更新してんでも、更新してもダメなんですよ。申し訳ないけど。どうしたの？ねえ、だからお絵かきが始まらないんですよ。ねえ。あ、始まった。はい、すいません。ありがとうございます。じゃあ。こういうバグやめてほしいよね。ねえ、せっかくね。てか、貼れる、ね、制限があるのに。ねえ、ほんとやめてほしいですよ。じゃあ、はい、ちょっと行ってきます。はい。じゃあ、ちょっとお待ちを。はい。ハゲ、ハゲ。ああ、はい、すいません、お待たせしました。何ですか、いきなりハゲとか失礼な。はい、268コメさんいらっしゃいます、こんばんは。ね、僕ハゲてはいないですからね、デブでね、チビですけど。はい、じゃあお絵かき見ていきましょうってことで。エリーさんね、はい、ね、やっぱりジェラードですね。かわいい。ペロ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 、何がペロペロですか。帝王の頭は薄いです。何言ってんですかね、かわいい。はい、ありがとうございました。次。
これ、明星の練乳さん、これ誰でしょうね、ちょっと、わかりませんが。なんかかわいい、笑い。かわいいんですけど、なんでしょうね、これ。ちょっとわかんないですね。誰かな。セーラームーンかな。セーラームーンですかね。ジェシカに見える。ジェシカ、ね、どうでしょうね。ツインテール。ってことですかね。はい、ありがとうございます。何ですか、これ。ハージェって誰ですか。僕は別に、ユイなの。ああ、そう、なるほど。ねえ、ハージェって、僕はハージェってなんか、僕はそういうね、気にしませんけど。ねえ、リスナーさんの中にね、ハージェてる人いるかもしれないんですかね。そういう人はね、やっぱり、こういう言葉の暴力はね、傷つくんですからね、やめましょう。うん、はい、次。これ何でしょうね、しめじさん。何ですか、これ。何ですかね、これ。何これ。わら、気になる。アイテム、うん、フレイ、あ、頭、あ、フレイの頭。フレイの頭か。フレイの頭ねえ。なんかかぶってるやつ。ね、ですかね、はい、ありがとうございます。次はい、これはムズさんの性癖を垣間見たですか、ね、クレイさんのカマキリみたいな帽子、はい、これは何でしょうね。何を書きたかったのか。うっま、はい、どうも、アリーさんいらっしゃいませ。はい、カレーがない仕組みの普通部はいいんですよ。はい、ありがとうございます。これで、はい、全員かな。はい、ありがとうございました。じゃあ続きやりましょうか。なんとかね、このダンジョンだけでも終わらせないと、キリ悪いでしょうし。クリス小説は、ああ、マメさんお久しぶり。はい、いらっしゃいませ。これ結構強いね。こんにちは、帰ってまいりました。はい、どうも296名さんいらっしゃいませ。こんにちはです。お帰りなさい。お仕事からお帰り。スライム一瞬で溶けたね、というよりバーンストームが。バーンストームは弱いってこと。セボリー天井上がちょっと、ってことはここ登んなきゃいけないってこと。どうやって飲むらいでしょうね。魔法の中で一番弱いっていう説があるくらい弱いぶわ。おお、もうちょっと。多分今のは正解じゃない。放送タイトルのブクキャラって誰です？僕です。リスナーです。何言ってんですか。あゆちゃんです。何があゆちゃんですか。おお、おお、これどうにかできないもん。なんでこれ、なんでこんなシビアなあれを
設定したんですか？よくわからん。リスナーを僕なんてひどい。こにゃ抜けます。僕のことって言ってるのに何を誤解してんですか？こういう理不尽なやつのアクションやらせる意味あるんですかね。これここ正解じゃないってこと？ん？はしご使わず行く？そんなことできんですか？他にルートないんですかね。ない。ないの？ここ行かなきゃダメってこと？ない。ないの？何が点ですか？イレブン。セブンイレブン、いい気分ね。もう、水晶があれで足場作れば、どこいいとこに作れないですよね。だって空中に作れないんでしょ。壁につかなきゃね、水晶があれなんですから。こんな空中になんか作れる方法あるんですか？ギリのとこに、え、今夜今日セブン行ったら向かいにもう一軒あったわ。ダブル、あいつら頭おかしい。上にアキラ石打って、それを消してキラキラしてるところに乗れるよ。今の美味しい。乗れます？乗れなくないですか？ああ、こういうことか。めんどくさい。ああ、ちょっとわかりにくいですよね。まあ、なんとかおかげで乗れました。どっちかな。いけてよかったね。お前がどんなゲームをしようと好きだぞ。はーい、どうも、サメン16目さんにしますね。こんばんはです。足元の結晶を大きくするのも良いよ。帝王はユートアームズとかランドラとかやったら発狂しそう。そう、じゃあやらない方がいいですかね。やってるもんか。クロスエアレイド。はい、ここからだと思います。ブリトさん3名ポイント、はい。
カレー食った皿を踏みたいでしょ。皿が壊れるでしょ。ワイルドアームズ2のラストダンジョンの入り口で数時間止まった小帝王さん見たことある？数時間な、何で？そのアクション要素的な部分でですか？てかワイルドアームズってのも何 RPG じゃないんですか？数時間ね、ひどいですね。生主ね、ダンジョンは謎解き。謎、何、謎が解けなくても行こう。でもさっきのは謎解きって言いますかね。ヒントからパスワード入力しないとラストダンジョンに入れないの。ねえ、でもさっきの僕はあれを謎解きとは言いたくないですね。ああいうのは謎解きっていうかね。ハードだからしんどくなってんの？わかんないっす。また文句言うんだから。いいじゃないですか。文句ぐらいはしてください、こんなもん。どちらかというとアクションだよね、わら。低音アクション苦手？うん、減った。ね、329コメントお願いします。こんばんは。お世辞にもうまいとはね言えませんよ、うん、上手だったと思うよ。何がですか。いやだってあれはたまたまでしょうから、ね、貴様冥界の女王ヘルのせんべいだな。あーこいつらか。ハードモードも良いけど、ウハミ格闘のハード組、シゲキックスも忘れるな。急にたまたまとか、はい、330、2個目さえいらっしゃいませ、こんばんは、こんにちは。魔性石に封印された女の魂は私はしないぞ。エッチ。無礼な、我々を先兵扱いとは。親の目の届かぬところで虚勢を張る子供と変わらぬ存在が。言ってくれるものだな。主神に遠く及ばぬこの力だが、魔族一匹浄化するのには造作もないことだ。
わわわ、え、一撃？何これ、めちゃくちゃ強いじゃん。何回聞いてもその耳刻れ、うん、としか聞こえん。え、刻めじゃなくて、マジっすか。もうちょっとですけど、どうしよう、生き返らせる。刻れわかる、うん、あーダメだ、うわー死ぬ死ぬ。カミカミレナスかわいい、うん、おねガッツで残った。強いな、ねえ、もうダメですよね。あれどれでしたっけ、これか、もう一回クロス、エアレイドで倒せそうじゃない？うん、どうでしょう。さすがなんですかね。ただのゴリ押しなんですけどね。
よくたけないな、運がいいな。いや、残った成長アドバンティアを、なんか強そう。猫ババオ、みんなパクロウ、聖衣ブリタニアガーム、なんかすごいですね。スターガード、それはスター2匹のがボディーガードになる。どうせローカー対また上がるからね。強欲になってきた。帝王様は強い装備が必要なのです。で、これはどうしろと。エッチなことしようとしないで。してませんけど。まあいいんですけど、あ、良い装備だ。こっちが暴力か。何してってこれでしたっけ、アドバンティア。んでも弱いじゃん、下がるんだ。はあ、でどうすんのこれ。これ帰っていいの？もう出ちゃって大丈夫なはず。そうですか。うわ、でもこっち全然調べてない。そいつなんかあったっけ？ないみたいですかね。乗りづらいの。帝王ガム何味が好き？はい？ガム、いや、あんまり特に
ないですよ。ミン、ミント味。これかミントガムまずくない？え？いやあんまり。皆さんじゃ何味好きなんですか？カネボウソーダガムおすすめ。もうとっくに販売してないけどな。ソーダガムそんなのあったっけ？レモン味。レモン味のガムってあります？初恋の味かな、テレル。どうですか。スケベテレル。今5ですね。しかし倒しても倒してもキリがないの。これ8っていうか終わるまででしょ。ダークネスアブ。108まであるよ。何がチャプターが生かな。帝王の煩悩は108どころじゃないよね。さあどうでしょう。またプレステがガリガリ言い始めましたね。なんなんでしょうね。なんか挙動的になんかねえエラーというか。そうや強そうな杖見た？見ましたよ。でも強そうですねえ。今装備してるやつの方がねえ破壊確率あってもねえそっちの方がいいでしょう。いやー、ガリガリ言ってますね、これ。エーテルより早わかったか。誰か言ってましたね。これここであれすれば稼げるって言っても、稼がなきゃダメっすかね。さっきのねボス見てもそんなに余裕ないでしょうし。死の先を行く者たちよ。
者しねえぜ。エーテルも良いけど、エーテルアイス歌って扉閉まる宝箱部屋も出入りで復活するよ。ねえ、クロスエアレイド。いや、ちょっとディスクあったのが今日は本当にちょっとガリガリ結構いってんですが、大丈夫ですかね。出てセーブした方が安全かもな、笑。まあ、ザコ的には多分大丈夫でしょう。それね、ダンジョン内でセーブするとか、まあ、こっちね、ありますから、まあ。容赦しねえぜ。だいぶディスクも危ないかな、ちょっとかなりガリガリいってる。なんででしょう、もう戦闘中よりはダンジョン以上の方がなんかすごいガリガリいってるような気がするんですが、僕的には。ガリガリだからかな。僕はブヨブヨです。374個目されます。まあ僕の今脳みそがガリガリガリってなんか
削られてるような気がするかもですね。こんにちは、1階4の先に行ってみてくれませんか。なんですよ、そんな嫌ですよ、行きたくないですよ。行ったら帰ってこれんでしょ。374個目さえ375個目さえ出しません。能力がリバリお腹ぽよぽよね。もうちょっと今寝たいかな。よくやった、エインフェルノたち。ダメだ、ちょっとセルポイント言ったらちょっとごめんなさい。またちょっと今日早いかもしれないですが、ちょっと終わります、ね、遠距離で無理無理、ごめんなさい。またあれですよ、スパロボはどれくらいかかりそうなの？はい、どうでしょう。まあそんなに長くもないかもでしょうけど、うまくやれればささっていけるでしょうし、短くささっと終われるってことはないと思うんですかね。昔アップした縛りって結局バレた？わかんない。バレんばばバレないでしょ、僕がね。公表しなきゃ、もうバレないですよ。クロスエアレイドバラして、嫌です。バレたね。最近アップしてないね。舐めてんじゃねえ。もう動画ニコニコの動画はアップしてませんよ。もう昔ですから。何が不正ですか。わからんかったからスパロボの縛りプレイ動画全部見てよーのこの URL 貼った。何言って、何、何ってことしてんすか。ちょっと申し訳ないですが、ごめんなさい、やっぱりちょっと眠いね。ごめんなさい、ちょっとここでちょっと今日は終了とさせてください。すいません、はい。ということで2時間10分ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。